バザと書かれたアイコンをクリックし、土木技を起動し、本を開きます。アプリケーションの起動タブを押し、帳票を選択して入力ボタンを押します。入力後に帳票を変更することができませんので、お間違えないようにしてください。工期、工事番号、実行予算を入力します。工事名、工事場所、発注者、請負者、現場代理人は、ブックを作った時の情報が自動で入ります。用紙の設定を行います。長期休暇の設定をします。公衆、種別、歳別、数量、単位、換算率を入力します。公衆、種別、歳別は、公衆呼び出しから選択することができます。公衆、種別、歳別を直接入力することもできます。数量を入れ、単位を選択してください。換算率は合計で100になるように入力してください。換算率でなく、金額で入力する場合は、ここの金額にチェックを入れてください。公衆などを入力したら、公衆の期間を入力します。マウスのドラッグ&ドロップで期間を決めます。ドラッグを離すと、詳細な期間を決定する画面が表示されます。それぞれの公衆についても期間を入力してください。数量表示ボタンを押して画面を切り替えます。水色の部分に数量を入力します。月別に数量を入力してください。左の画面の数量と累計数量が同じになるように入力してください。また下の方に進捗率が出ます。数量を入力したらネットワーク風ボタンをクリックします。各公衆の関連付けを行ってください。バーの右端の丸を次の公衆にドラッグ&ドロップし、関連付けを行います。関連付けを行ったら、ネットワークボタンを押します。ネットワーク図が作成されますので、イベント番号や線をドラッグして上下位置を修正したり、矢印をダブルクリックして形状を変更し、印刷時に見やすいようにします。終了したら完了ボタンを押してください。終了時に名前をつけて保存をします。
計画を変更時または実施を入力するときは、名前をつけて保存したインデックスを選択し、入力ボタンを押します。変更計画を入力するときは、上の変更計画をクリックします。変更回数を入れ、変更の指示日と実施日を入力します。工期や実行予算の変更を行います。空白期間に変更がありましたら入力します。ここで変更文を入力します。入力が終わりましたら完了ボタンを押します。はいを押して上書き保存をします。実施を入力するときは、同じように上の実施を押します。入力は当初計画と同じように行ってください。入力が終了したら完了ボタンを押します。保存すると土木ブックに帳票の CAD ファイルを作りますので、印刷だけでなくCADの機能で編集することができます。ご利用になりたい帳票があらかじめ用意されているか、ネットショップでサンプル帳票をご確認ください。